皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日はね、朝からバタバタとしておりまして、コンサートの打ち合わせとか、合わせとかで、午後からはちょっと別件のね、演奏会の中までちょっと集まって、いろんなことをね、相談させていただいてました。で、先ほどね、あの某作家さんのところから茨城の著名な陶芸作家さんなんですけれども、作品をね、出来上がったのを、譲り受けてまいりました。割らないように持って帰るのにちょっとドキドキしました。こちらに入ってましてね、食べられませんってなってて、サインが入ってます、作家さんのね何でも食べると思われてますね、私ね。で、これを開けていきましょうね。今日は皆様にもね、こちら見ていただこうかなと思っています。で、こちらはですね、よいしょ、このような卵型の、ね、作品になってまして、私鳥さんが大好きなんですけど、こう卵モチーフになってますけども、卵の中にもこのように球体がね、入ってるの見えますか、中ね。こうすると見やすいかな。そうですね、球体がくるって綺麗に作ってありますよね。そしてこことここに私の大好きな小鳥さんがいますね。なのでこれは楽しい、見てるだけで楽しい。あの肌触りもつるんとしてて、とても気持ちいいです。重さは結構あります、ずっしりとね。で、以前からね、こちら出来上がった時に作家さんからね、私の好きそうなものが出来上がったよって言って見せていただいてて、あーこれはと思って、小鳥さんいるしね、卵さんだしね、だから、今回ご縁があってうちの子になることになりましたので、玄関周りかな、どっかにね、もちろん中入ったとこですけども、飾りたいなと思っています。これね、地震の時に割れないようにちょっとね、何か安心する形で置きたいなと思っているので、ちょっとね考えてみますね。いい案があったらまた教えてくださいね。なんか中に明かりを灯したりとかするのも楽しいだろうなとか思ったりするんですよね。 LED をちょっと入れたりなんかね。なのでどうしようかな、飾りね。足元あたりに置いて、なんだろう、フットライトじゃないけども、玄関周りの、中入ったところのね、足元の辺にちょっと明かりをつけて玄関に置くっていうのもいいかなと思ったり、なんかいろいろと妄想が膨らんでいます。そんなわけでですね、今日はちょっと帰りが遅くなってしまったので、今からいろいろ吹いたりとはできないので、こちらのね、作品の紹介動画という形にさせていただきました。それでは皆様、またね。